D 型は1963年から1969年にかけて無意気式改製造工場で802両が製造されたソビート連邦の地下鉄用電車である。1955年より製造された型電車をベースに主に車体構造を改良した車両である。D 型との外見上の際として車体側面部にコルゲーションがあることが挙げられる。 制御方式は抵抗制御と自家並列組み合わせ制御であり、各車両に出力 68kW の DK-108A 型電動機が4機搭載されている。車体を軽量化したことにより、D 型と比較して電動機出力は低下しているにも、かかわらず、最高速度は時速 75km から時速 90km へと向上し、加速度、 減速度も1割程度向上している。試作車である3001号車は1959年に製造され、1963年より量産が開始された。本社は幅が広いドアを有しており、車端部の側窓がないため、ホームドア設置駅がある路線での運用に適していない。そのため、当時ホームドアを採用していたレニングラード地下鉄の一部路線には、 ホームドアに対応した型である円型が導入された。1979年には、モスクワ地下鉄で一部車両に更新工事が施行された。更新工事が施行された車両は、内装のリノリウムがプラスチックに交換され、木製の窓枠は塗装されるようになった。また、サイリス体操制御の試作車として、派生型の A 型が存在した。モスクワ、サンクトペテルブルク、キエフ、 トビびりし、バクウの地下鉄にて運行されていたが、サンクトペテルブルク及び、キエフ地下鉄を最後に2019年現在ではすべて引退している。各地下鉄における運用期間は次の通りである。なお、キエフ地下鉄では2013年より一部車両が大規模な更新工事を受けており、それらの車両は EKM 型として現役である。 2019年現在、モスクワ、サンクトペテルブルク、キエフなど各地に合わせて12両が保存されている。そのうちサンクトペテルブルクの保存者については4両が同体保存されている。ありがとうございます。